今回はバカにされる人の意外な特徴と対処法っていうのを話していこうと思います。これは最近僕の元に届いた一つの相談に対して僕が実際に答えた、質問の答えですね。っていうものになるので、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思います。このチャンネルではそういったコミュニケーションとか生き方、考え方とか、そういった部分を主に解説しているチャンネルなので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回も内容に入っていきましょう。いただいた質問っていうものを、具体的にね、すべて話してしまうっていうのは、プライバシーを侵害してしまうことになってしまうので、具体的に言わないんですけども、その人に合った馬鹿にされる特徴って何だったのかっていうと、何も守ろうとしなかったんですよね。つまりどういうことかっていうと、例えば、その知り合いとかから、お前ってほんとダメなやつだな、みたいな感じの扱いを受けてて、その人がどんなことをしてたかっていうと、友達とか恋人とか家族とかのことをバカにされた時もじーっと黙って聞いてたって言うんですよね。で、そういう風にされてすごい悔しいんですとか、自分の家族とかをバカにされて、自分の家族もこういうところがあるから、バカにされて仕方ない部分とかもあるんですけどみたいな話をしてたんですよね。で、それって僕違うなって思ったんですよ。それは違うなって思ってて、その大切な存在を守らない恋人とか友達とか家族とか、そういった存在を守れないからバカにされてるんじゃないのって思ったんですよね。つまり、僕だったら確実に家族を馬鹿にされるとか、自分の友達をね、大事な友達を馬鹿にされるとかってなったら、たとえその場の空気を読んでいなかったとしても、いや、それは訂正してって必ず言うと思うんですよね。そういうふうに、どんな場合であったとしても、自分の大切な存在を馬鹿にするであったりとか、傷つけるようなことをするっていうのは、絶対許しちゃいけないことだと思うんですよね。そこにしっかりと、そこは絶対許さないよっていう姿勢を持っていないから馬鹿にされるんですよ。結果的なことを言うとね。だから、周りから見ても、こいつは自分の大切なものを汚されたりとか、けなされとかしたりとかしても、何も動けないやつなんだなって思われるわけですよね。だから、何が問題なのかっていうと、馬鹿にされるとって自分が可愛いんですよ。何よりも自分が可愛い。その場においても自分が一番可愛いんですよ。だから、そこで波風立ってる自分が、矛先を向けられるのが嫌なんですよ。だから自分が可愛いから、誰のことを馬鹿にされようが、恋人を馬鹿にされようが、親友を馬鹿にされようが、その場で何も言い返せないんですね。なぜかというと、言い返したら自分が嫌われると思うからです。人を守るよりも自分が嫌われたくないんですよ。だから馬鹿にされるんですよ。そういうのが全て出てきて結果馬鹿にされてるんですよ。別にその時に自分が言い返さないから馬鹿にされてるとか、そういった切り取ったことを言ってるんじゃなくて、そういう感覚で生きてるから馬鹿にされるんだっていうことなんですよ。これがすごく大事。馬鹿にされる要素なんてこれだっていうものってないんですよ。いろんなものが積み重なって馬鹿にされてるんですね。で、それってどういうことなのかと、結果的に自分の考え方であったりとか、自分が普段どういった生き様を持っているか、すべてが統合されて馬鹿にされてるんですよ。それがすべて結果となって馬鹿にされてるんですね。じゃあ、大事なのって何をするかとかじゃないし、何をアピールするかじゃないんですよ。自分がどういうふうに考えて、どういうふうに生きているかなんですよ。だから僕は自分の大切な存在は自分で守れっていうことを、ずっと伝えたんですよ、その人にね。だから、そんなことを馬鹿にされて何も言えない自分だから馬鹿にされるんですよって、ちょっと強めに言ったんですよね。で、そうしたら、その人もしっかりと、あ、そうだったと、自分が可愛いだけでしたっていうふうに気づいてくれて、そこからはしっかりと自分の大切な人との関係を大切にして、そしてその馬鹿にするような人、自分の本当に大切なものを馬鹿にするような人との関係にいちいち一喜一憂するのやめますみたいな感じで言ってくれてたんですよね。で、こういうふうなことが大事。誰から構わず自分が好かれようとしてしまって、その好かれたいがために嫌われるのが怖くなって、その結果自分の大切な人すら守れなくなる。っていうのは非常に問題なんですよね。そういうことを繰り返してるから前からは自信がないやつとかセルフイメージの低いやつって馬鹿にされていっちゃうんですよ。それはよろしくないよということですね。だから、本当に大切な人すら守る姿勢を見せない人っていうのはやっぱ舐められちゃうんですよ。そういう心、そういうマインドがもう舐められる要素だということなんですね。だから大事なこととして、やはり自分が大切だと思う人っていうのは、自分が馬鹿にされたって守り抜かなきゃいけないということです。自分がその時に矛先を向けられようが、ブワーって言われようが、それでも絶対に自分が大切にしたいもの、自分が本当に大切だと思っているものだけを自分で守り抜かなきゃいけないんですよ。だから別に自分のプライドとか、そんなもん捨ててくれても構わないです。そんなもん捨てたって構わないし、自分がどんだけ馬鹿にされたって別に怒れとは言わないです。でも、自分の大切な人が馬鹿にされたりとか、自分の大切な人をけなされたりとかしたんだったら、それは絶対に言い返さなきゃいけないです。そこでまだヘラヘラしてるような人っていうのは、絶対に本当に大切なものを、との関係性も良くならないです。だから、一番大事なのは自分が本当に大切な人、自分のことを本当に支えてくれてるなと思う人のことを守ることです。そういうふうに守るっていう意識を持っていることです。このマインドがあるから、人に対して堂々とですね、することができるし、その人たちがいるから自分自身を持てるわけじゃないですか。俺にはあの人たちがいるとか、俺にはこういった仲間がいるとか、私にはこういった家族がいるとか、そういうのが全て自分の自信になってますよね。自分の心の支えになってますよね。それすらも守らずに、今目の前の自分の評価だけを気にしているから馬鹿にされるんですよ。だから、マインドなんですね。大事なのは自分の考え方、マインドなんですよ。どういったマインドを持ってるかなんですよ。自分のことしか考えてないのか、自分の大切な人を守ろうと考えているのか、この違いです。この違いが馬鹿にされる人と馬鹿にされない人分けてるんですよ。だから本当に尊敬できる人って本当に自分が大事なものを大切にしている人です。自分がバカにされたってそんなバカにしてくるようなやつの言葉じゃなくて、本当に信頼してくれてる人の言葉を信じるし、その人たちにエネルギーを向ける人なんですよ。だから僕たちはバカにされないことを考えるっていうよりは、自分の大切な人のことを守ろう、自分の大切な人を大事にしていこうっていう心を持つことが大事なんだっていうことです。これ、めちゃめちゃ大事なので、ぜひ忘れないでほしいなというふうに思います。で、こういうふうに自分の周りたちを大切にしたりとか、自分の本当に大事なものにエネルギーを注げる人っていうものが増えていくことによって、嫌いな人とか、なんかどうでもいい人の言葉に一喜一憂してエネルギーが下がってしまって、その人たちに奪われた結果、自分の大切な人たちからも奪ってしまったりとかっていうような、そういった悪循環がなくなってしまうわけですよね。今までどっちかって言ったら、傷つけられて自分の大切な人にそれを当たってとかっていうことが多いじゃないですか。例えば、大切な奥さんに職場でイライラしたことぶつけちゃったりだとかね、して夫婦関係が悪くなったりとかでした。本末転倒じゃないですか。自分が嫌いな人からのエネルギーを奪われてね、嫌いな人からエネルギー奪われて、本当に大切にしたい人に対してエネルギーを送れないわけですから、これってもう全てにおいて悪循環ですよね。そうじゃなくて、嫌いな人とかどうでもいい人とか自分の人生において必要でない人にエネルギーをかけずに、本当に大切な人にエネルギーをかけることが大事じゃないですか。で、そういう人を増やしていきたいなっていうふうに思ってるんですね。だから、誰からも好かれるとか絶対無理なんだし、そんなことしてたらエネルギー足りないから、本当に大事な人にエネルギーを注げる自分であろうよってね、そういう人たちに与える側の自分であろうよって、そうやって与えれる循環の中に自分を置いておくことによって、自分が与えてどんどん与えていって、与えられてっていうような相互依存の関係っていうのを作れていったら、もっともっと人間関係のわーって楽になっていくし、楽しくなっていくし、向上していきますとね、みんなでどんどん成長していけるじゃないですか。僕はそういった輪を作っていきたいんですね。なのでそういう風に自分がどんどん与えてあげる、人から奪ったりとか、私にもっとくださいよっていうとじゃなくて、自分からどんどん与えていく、私はこういうこと協力したいですとか、こういう風に場を盛り上げていきたいですとか、こういう社会を作っていきたいですとか、そういったパッションをモデルとっていうのをどんどん増やしていきたいんですね。でも多くの人は自分に余裕がなかったら、そういう思いっていうのを、自分の心の中にある正義の思いとか光の思いっていうものを忘れちゃうんですよ。だから持てなくなっちゃうんですね。なのでまずは自分で自立していってもらうっていうことを僕はやってて、それが僕のメールコミュニティで話している内容になるんですね。だからどんどん僕のメールコミュニティの内容とかを取り入れて、自分的に、人からの被害者ぶってた自分とか、人から奪ってた自分っていうものをしっかりとね、見直して、今では人に与えることっていうものを意識していったりだとかね、中には、こういうふうに僕みたいにね、こう言葉を伝えていくっていうようなことをね、取り組んでいってくれてる人とかもいたりするんですね。そういう風にどんどん与えていける人っていうのを増やしたいと思ってメールコミュニティやっているので、ぜひあなたにも参加してほしいなという風に思います。ぜひ概要欄から参加してみてください。毎日こんな感じで動画もアップしていってるんで、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。